13年ぶりに JR 山手線に新型車両が登場します。今月末からの営業運転を前に今日報道関係者に公開されました。幅広い人たちがより利用しやすいようにという工夫が凝縮されています。 JR 山手線に新しく導入されるのは新型車両 E235 系です。これまで車体に帯状に入っていた緑色のラインカラーをやめ、駅のホームドアが閉まっていても見えやすいようにドアを緑色にしているということです。外見だけでなく車内にも大きな変化があります。今回新たに通路のドアの上や荷物棚の上に液晶画面を設置しました。これにより液晶画面の数は1車両あたり現在の16から36に増え、乗車中にもより多くの情報を得られるようになるということです。また利用者の声を踏まえ優先席やベビーカーのスペースも増やしています。これまで先頭と最後尾の車両の2箇所にしかなかったベビーカーと車椅子用のフリースペースを今回すべての車両に設置しました。また新たに手すりにクッションをつけ持たれやすいように工夫しています。天井から壁までの色をピンクにすることで優先席があることを分かりやすくしているということです。また JR 東日本は当初は車内を広く見せようと車内の紙の中吊り広告はなくす予定でした。しかしじっくり読んでほしい広告もあるとの広告主からの要望を受け、改めて車内で検討した結果復活することになりました。新型車両はまず1編成のみで、30日の午後3時18分に大崎駅を出発し外回りで運転を開始します。